キャッチー生放送でお送りしていますよ。さあ続いてのコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それな、はい、お願いいたします。さあ今日は北中グスクソンにあります和菓子屋さんをご紹介します。紹介していただくのは人気番組ハングリーナで SNS 担当をしていますアミさんに来ていただいています。アミです、キャッチー。おもう一声キャッチーまだ寝かせないでくださいありがとうございます。アミさんはそれなの出演2回目ということですけども、もう毎回なんか美味しいもの持ってきてくれるから楽しみにしております。今日も、はい、はい、今日もですねアミさんおすすめのお店ご紹介しますよ。お願いします。お願いします。お願いします。今日ご紹介するお店はこちらです。北中グスク村汽車場にありますヨーヨーさんです。あ、知ってる。知ってますか。大人気の店ですね。あ、そうですか。なんです。あ、シンプルでおしゃれなお店ですね。店内のお写真がこちらになります。はい、うん、中は落ち着いた雰囲気で和を感じることができます。そうだ、うわ、うわ、めっちゃおしゃれ。おしゃれですよね。店内にはお席もあるのでおしゃれな空間を楽しみながら食事ができます。あ、そうなんですね。イートインも行けるんですね。イートインも行けるんです。雰囲気で和菓子っていいですね。いいですよね。珍しいですよね、ね、イートイン、はい、でこちらのヨーヨーさんは和菓子専門店になりまして、はい、どら焼きをはじめ大福、季節の和菓子など15種類以上もあるんです。そうですか。種類も豊富ですね。はい、うわー、美味しそう。そうですね。そうですよね。あー、うまそう。毎朝お店でお餅をついていて、うん、つきたてのお餅で作る大福がとっても柔らかくて美味しいんです。めちゃくちゃ美味しそうですね。美味しそうですね。お店でついてるんですね、うん、お餅もね。そうなんです。うん、贅沢ですよね。それでは早速一つ目のおすすめはわらびまんじゅうになります。はい、はい、わらびまんじゅう。くるんとした食感で甘すぎないので一瞬で食べられちゃいます。なんか綺麗な丸ですね。綺麗な丸。これ聞きたい、町谷さん、これどうやって握りましょう。あ、多分こうスラーブ投げたいのでこう握ってこう投げたいです。綺麗な丸。わらびまんじゅうを斜め下に落としたい投げずにね。あ、それぐらいボールと思うぐらいこう球体でおしゃれな、ね、感じですよね。はい、では2つ目のおすすめが豆大福になります。おー、これ美味しいですよね。美味しいですね。そうなんです。ほのかに塩味のあるあんなので、はい、病みつきになります。これどうやって握りましょう、町内さん。どうで、うん、最近フォーク練習してるのでこう挟み込んで挟むんだ。これはもう豆に引っかかる。それ行く、行きたいなと。はい、あら、あ、行く。フォークの握りで投げると見せかけて食う。思わずね、かぶりついちゃうぐらい、はい、美味しいということで。豆大福ですよね。はい、じゃあ最後に3つ目のおすすめはもちどらになります。うん、はい、おお、このボリュームすごい。いいですね。ふわふわの生地で優しい甘さのあんことお餅が本当に最高のバランスになってます。何がと分からんけどめちゃくちゃおしゃれに見えるんですよね。うん、あ、美味しそうだな。今日はヨーヨーさんのもちどらを持ってきました。やったやったぜ。ありがとうございます、うん、ではあの、はい、前回同様私が大喜利のお題を出しますの で一番面白かった方に食べていただきます。なんでですか、アミさん。いつも意味分かってないです、アミさんが大喜利出すの。フリップあるからちょっと何かあるんだろうなと思ってましたけど、はい、これお題は何でしょうか。よろしいですか、はい、それではお題です、はいはい、こちらの写真で一言。あ、写真で一言ね、はい、こちらの方はどんなあたりになるんですか。こちらは店主の竹山さんになります。店主さんの写真で一言。いやいや、お願いして撮らせてもらった一枚なので。あ、そうなんですね、はい、撮ってもらったんだ。そっか、ぜひ面白い回答お願いします。あ、ね、はい、はい、書きました。はい、オッケーです。皆さんよろしいですか。はい、はい、それではアンリさんから。アンリさんからお願いします。行きましょうか。店長の写真で一言。ついに完成した。これが後のアポロ11号だった。あー、いいな。あー、なるほどね、はい、あ、はいはいはい、すいません。はい、じゃあ次。かぶってるかもしれない。嘘嘘。では翔さんお願いします。え、見て見て、なんかこんなしたらドローンみたいじゃない？これドラーンだね、これ。ドラーンだね、これ。ドラ焼きにかかってますね。いい。いいかも。
では最後、はい、マチョタニさん、マチョタニさんお願いします。ちょっと野球のこと好きだと思うんですよ。なんでできた最高傑作、いつかこのどら焼き大谷選手に食べてもらうんだ。かわいい。あざとさしかないですね。こんなの覚えてるんですよ。あざとくなってきてるんですけど、どんどんあざとくさが増してきてる。いやー、どうかな、どうかな、はい、判定してくださいよ、僕たちのこの答えを。皆さん、さすがに面白いです。やった。皆さん、食べてください。やったー、ありがとうございます。決め打ち。いいんですか、じゃあ、はい、いただきますよ、僕ら。私にありましたので、入ってました。はい、はい、うわ美味しそうですね。開けます。重量感ありますね。重量感ありますね。ある中にお餅が入ってて、すげえ嬉しい。いただきます。あ、美味しそう。いただきます。あ、餅が見えるわ、やっぱり美味しい。餅だら、餅の弾力感がすごい食べ応えあって美味しいです。うん、あ、本当だ、うん、あ、美味しいですね。めっちゃうまい。うん、ほんとだ。甘さが控えめですよね、あんこが。そうなんです、うん、食べやすいですよね。ちょっとやっぱりお上品な感じもあるし、うんうん、中に豆も入ってますね。そう、うん、美味しいですよね。すごい、この一つにいろんな楽しみ方があるというか、そうですね、こっちもそうだし、豆もあんも美味しい。またです、うん、皆さん美味しかったということで、うん、はい、こちらのヨーヨーアンファクトリーさんは、はい、北中グスク村木場にありますので、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、他の、ね、商品も食べたくなります ね、 ね、はい、ぜひ皆さんお出かけください。アミ、はい、さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もう普通に食べさせてください。